インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。さあ、ということで大崎さん、滑舌いいな、今日珍しくね。そうですか、うん、割と起きたばっかりなんですけど、当チャンネルには珍しくね、午後1の一発目にこれを撮るっていう、全くテンションが上がりきらない。このテンション上げてっか大崎さん、それやらないとテンションが上がらないですか、うん、っていうなんかな、まあ、もっと本当があって喋ってるから、俺はね、理由があって喋ってるんで、うん、もうしまおうやこれなんでこれ立てながらやらないけんのな。だ、色あせてこれ何年も、ほんとこれな。どっちもまだこれお子を産む前ですからね。そうですね、まだピチピチいけん、これいけんやつや、これネチケットに転職するやつやなということで、大崎さん、今日何やるかもうお分かりだと思いますけど。そう、なんでこれ前回のね、あのここにホワイトボードを用意して、俺たちもさらし屋になりたいって言ってやったじゃないですか、うん、あれ昨日よ、本物のさらし屋の人にあれを見て大変に面白かったですけど完全にそうそう、バカにされてるやつですよ。さらし屋のこと紹介してもらってありがとうございますって意味の分からない。ありがとうございます意味の分からない俺言われましたよ行きますよ、佐々木さん。なんだこりゃ。1月1日からあるんですよ、いろんな日が。で、メーカーとかね、いろいろ定めた。1月1日からで、1月の分が1個もない。1月はないんですよ。ないの1月。ないの1月はないんです。2月の28日、うん、これがね、最近ですよ、できたのが、うん、ニューパルサーの日。ニューパルサーの日って言いながらみんなガーデン行っちゃう日ですから、うん、これ見てくださいこれ、なんかそうだな、マジで打っとる場合かって言って、そう、ニューパルってる場合か、そうだな。関東圏の人はみんなガーデンにわーって行って何百人並ぶんですけど、うん、他の地方の人は仕方なくニューパルサー打ってです、うん、これがね、出ますよ、並んだ方がいいよ、ニューパルの店に。ゲコゲコラップ完全告知、そうだ、ジャグラー市場の隙間を狙って、うん、なんとかならんかなって、ならんかったやつね、ならんかったやつ、はい。で、3月ですよ、はい、3月はね、決まってますよ、うん、3月4日、山陽の日です。さあ、これはね、全力で、うん、うん、出ますよ、なんでもない全力で、うん、な、やめといた方がいいなお前、ほんと山陽ネタ多いからな、使えないやつな、ほんとでおなじみのイエスって、これで本当にそれや、どうだから、本当にこれ、あの、マジ流すと笑えないことになる、笑えないでしょ。一回やってみたい気もすんだよね。やってみよう、当チャンネルで。で、当チャンネルで謝罪動画もやりますから、ね、お前が土下座するやつ今から謝らせますんでって言って、この度はって言ってこれで回るんやろ。だから今のは全部カットなしで欲しがりますね。調子こいちゃった、調子こいちゃった、ね、それが3月4日、はい、3月は続きますよ、はい、3月31日、うん、言わずと知れたサミーの日でございます。これ軽く空振ってる感があるよね、これねそうですか、微妙に滑ってないですか、サミー。そうですか、なんかサミーもいろいろこうやってんなっていう感じがするメーカーじゃないですか。エイリアンの誕生日なんかだったらちゃんとな、あの割りまで指定しろよな。そう、サミーだけに全部1と3みたいな全部おう使い勝手が使い勝手がいいですよ。おー、331、331よ。これでちょっと提案しに行きましょう。そうですよ6なんか入れる必要ないですよ、サミーの日は。そうそうそう、3と1で十分ですよ。提案してみた、ね、行きましょう次ね、はい、はい、で、やっぱ5月は絶対外せないのが、うん、ジャグラーの日。ジャグラーの日になってんですね、5月。これはじゃあ、まあみんながゴーゴーとか言い出した後で、その後で北弟子さんは記念日に行ったんですかね。そうじゃないですか、子供の日じゃなくてジャグラー日ですからね、今やね、子供の日じゃない、はい、ピエロの日や。そうそうそう、ピエロの日や。で、5月の10日、うん、これ今ちょうど該当機種がないんですけど、うん、やっぱゴッドの、ね、ドじゃなくてトですから、ゴッドですからね、ゴッドじゃない、ミリオンゴッドで、飛びまして、はい、7月はやっぱ7、6月もないんですか。6月もないんじゃないですか。6月6日がノブちゃんの日じゃないといけないだろ。三教はそういうのしてないんですよ。ないんですね、ムムちゃんの日ってやればいいのにね。ムムちゃんの日よりスロットファンは勝手にもうどっか行って秋葉原のアイランドにバーって集まりますから。ムムちゃんの日だって力んどいてね、うん、誰もあのパワフルってくんないと悲しいんで、やってないみたいですね。で、6月9日、ねうん、ロックの日違いますよ、何でもないです大崎さん、誰とひっくり返るんですか、なんかどっちですか、6派ですか、9派ですか。俺、どっちやろう、見方と考え方に出てるんですか。どっか
かによりますよね。こっちから見るかこっちから見るかと上から見るか下から見るかで、そう言われても困っちゃうな。じゃあ上か下かでどっちですか。下の方が楽でよくない。そうですよね。大崎さんはいやいや、まあ一応下から乗っかられたいんでしょうね。圧をかけられたいやろ、なんか死ぬってなりたいんやろ。なりたい、なりたいです、ね。で7月の4日がナナシーの日、はい、まあ、これはもう決まっております ね、 そうですね。もうこれはアメリカ独立記念日とか関係あるかっていう話ですよね。そうだよ、もう日本中のナナシーがバッカーン、うん、バカ開けになるで、日本中のナナシーがバッカーンなるで、同じディーロン、ディーロン、ディーロン、ディーロンってなる、ピガッピガッピガッ周りになるで、同じ意味のね。なるほどね、はい、で7月7日、はい、まあ、これ当然、まあ、みんな暑い日って分かってますけど、うん、びっくりパチンコの日になってるんですよね。こんなのがあんの、うん、ただ2012年以降びっくりパチンコを冠した台の登場はないっていうことなんで、どういうつもりだろう、まあ、無責任な。で7月の11日、うん、これもう大都議権の日です。711これなんかほやほやですよ、ね、2020年認定ですから、ね、ほう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 、認定されたばっかりですから、ね、初代番長の導入日も711だったんだ。あとね、うん、7月の14日が吉宗記念日になった、うん、初代吉宗の導入日はこんなんだったら何だってできんじゃんな。そうですよ、だってそれで本家の吉宗の誕生日が11月27ってまだ、うん、じゃあもう一回できますよね。もう一回できます。できます。やりたい放題ですね。吉宗言い出したら。で、続きましてやっぱね、7月15日。これがね、やっぱね、大崎さんの誕生。大崎さん、これさ、どこに並べばいいんですか。これですか。何が熱いんですか、71号。そりゃ熱々ですよ。一応お前が金取られるだけやろ、この前後を。でな、ワンちゃん誕生日イエーイって言われてな、クソほどシャンパン入れさせられて、なんか1ヶ月間なんか気がついたらなんか70万ぐらい剥がされてたみたいな。いや、そういう月間で70万で1回で70万、あ、1回で70万、それが何回ぐらい、4回ぐらい、300万じゃねえかな。なあ、それでようパチンコで5万負けたとかで切れられる な、 なあ、もう毎年7月来るのがほっと雰囲気が重くて、おうおう、もうね、去年と今年はコロナのおかげで本当に助かった。そう、明けました大崎さん、今年な、いよいよ再開じゃないですか。危険ですよね、から本当にね、マンチマンチお祝いしたいって言ってるんだけど、おうおうおうみたいな、バンバン来る、おうおう、すごいよね、天才がお祝いしたいっていう天才なのにさ、そのなんていうのに、これがやっぱ日本っていう国じゃないですか。そう、な、遊戯の体で口やってんのと一緒でさ、ホステスはお祝いしたいって言って、 その内実はお前から金かっぱぎたいだけですからね。そ、そのとおり、こんまいですよ ね、 すごいね、お祝いしたいから来てって言うと、そこ断るわけにいかないんでね、終わったら70万金がないなんて。そしてその5日後ですよ、うん、ワリンちゃんの誕生日。あら、うん、5日違いね、5日違い。これはこの人たちは何座かな、カニ座かな、カニ座になるんですか。マンちゃんカニ座ですか。マンちゃんと同じですね、ワリンちゃん、ね、うん、ワリンちゃん、ワリンちゃんもカニ座や、うん、だけど、うん、海の日がありますから7月は。これはちょ毎年変動性ですね、変動性、動く海の日、ね、連休で第3日曜日の次の日って実際海の日はちょっと海の角上がるっぽい。やっぱりそりゃそうですよ、海の日ってなって、ね、はい、出るとは一言も言ってないですから、はい、ただ海の日ですから、はい、でさらに続くんだよ大崎さん、うん、8月1日がマリンちゃんの誕生日。真夏に生まれた海っ子ですね、やっぱりね、夏子ですね、本当マリンちゃんいいですよね、マリンちゃんどんどん可愛くなっていく。ブラジル行って急におっぱいも、うん、男も知っちゃったんじゃないですかね、味を覚えて、そう、情熱的なやつを、うん、女の喜びを絶対そうですよ、やられたんです、ね、そうです、間違いないです。あ、なるほど、はい、で8月4日、うん、これがやっぱパチスロの日となってるんですよ。でこれが季節してですよ、うん、リスキー長谷川さん、やっぱもうしご、もうしごですね、うん、パチスロの日に生まれてんだ、ユニバーサルエンターテインメント開発本部部長、やっぱ社長とかなってくんないですか。なってくれたらな、ほんと足元社長室入れてくれよみたいな、そうそうそう、ここ、ね、はみたい な俺ちょ、俺レコード置いていいみたい な、 そうなんか遊びに行きたいのにね、ね、あのコーヒーとか秘書の人に運んでもらいたいですよね。そうそうそう、かわいいねみたいなね、なんねえかな。で8月7日ですよ、はい、これがね、いろいろあんの、うん、まあ当然花の日なんで、花花は、はい、花花ですね。で花系の日でもある、はいはいはい、ね、
花系の花ですかね、うん、もう一個言うとユニバの花火の日もおっつけで載せてきてますはい花火の日それが8月7日、はい、で8月の8日、はい、これがねパチンコの日ですこれは日光祖が決めたパチンコの日、はい、ああじゃあここだからパチスロの日パチンコの日とつながってるわけですねはい。で同時に昔今もやってんのかね、うん、あのよく秘書ガイドでも記事出てましたけどあの平和さんがねパチンコプロあそうですねガイドをよく取材とか言ってたもんね取材や記事のしたことありますね今もやってるんだと思うんですけどねそうパチンコプロの日でもあるんですって、うん、でそんで同じ日ですよ、うん、ウリンちゃんも誕生日なんですあらなんかだいぶ固めてあるよね夏にねこの辺ね、うん、なんか後でなんか適当に一番さそうの日うん。本当ご都合主義です、ね、本当にご都合主義です、ね、本当に極みですよねで8月30日はヒロシヤングの誕生日誕生日、うん、国際に並んでも何も出てこないです日卓本店はどうですか全く何も出ないですか出ないですか昨日も出んかったヒロシヤングの誕生日がジェゼイドに来てくれた方には、うん漏れなく1万円プレゼント10月の3日、はい、カノメマドカの誕生日いやもう今やこのマドカの誕生日いやこれが2019年に秋葉原のアイランドで4000人並んだっていう特備としては今定着してるからなさだいつも思うんだけどさ、うん、アイランドに4000台あんのかよっていうでもやっぱこのやっぱ前のあたりはツイッターとかざわざわするんでああお店の人がまどかの誕生日ですねみたいなことをああ、はいはい、煽りがある、ね、なんとなくそれでみんなまどまぎゅっといいんじゃないかなみたいなで4000人も来ちゃうそうですねなるほどなで11月の1日、うんうん、これはねエイリアンの誕生日来ましたよサミーのこれも強引にな今年なんかあの不自然にエイリアンの誕生日紹介してるライターとかいましたよ、うん、ツイッターでもらってんじゃないですかいやもらってますよ家族実なんだもんなんで我々にはそういうの本当だよないくらでもやるのになちょっと捕ましてくれりゃやるのにな、うん、エイリアンの日ですよって、うん、ね期待してくださいよ全部1でいいからみたいなそう11月1日だからみたいなピンピンピンみたいな、うん、ねだから来ないんですよだからかから来ないんですそういらんこと言うから、ね、そうですよで11月の14日がパチンコの日これは全日遊連が決めた日、うん、えパチンコの日これ日光祖やねだからこういうのがね業界団体によって俺はこういうのパチンコの日が違うんだ統一しなさいよって思うわけその団体によって日が違うってさ、まあうん、のバラクチャの象徴じゃんかって思っちゃういやでもこれは11月19日に関しては1979年に決まってるんですから、うん、通産省から正式に、認可を受けた受けた日、うん、この業界団体がパチンコが世の中から認められた日ってそういうことでもあるのかなこれは出そうだなってやっぱなるじゃないですか、うん、みんな見たらならへんやろならないですかねこれちょっとこういうのをねもっと知らしめていくべきだと僕は思ってますよなるほど、はいまあ、以上のようなことが年間のスケジュールになったりもして微妙になんか今回も今回はいや資料的には雑でいいんじゃないですかえそうですかえだってムムちゃんの誕生日はない源さんの誕生日もない田村源六デビルマンの誕生日もないデビルマンいつ生まれ知らないですけどそれ言い出したらだからさユニコーンの誕生日ユニコーンはユニコーンは完成したユニコーンの誕生日やっとできたみたいなユニコーンお前ユニコーンでこうやって作ったんだなお前運慶みたいななんか分からんけどさどんなユニコーンやねんユニコーンの誕生日とかガロの誕生日もないよガロはいつ生まれとんだよねえガロも今ね冴島甲賀の誕生日とかだったねそう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 、うん、だいたい何かの記念日なんでねそうそうそうこうやっとけばもう別にイベントしなくてもいいんですよ勝手にもう毎日360日多分何かしらちなんだことができるはずなんで、うん、これやっとオフィシャルでやるべきだよねパチンコさんやると問題になるんだけど、うんうん、さあ気になる記念日ありましたおさきさんと割と何どんよりしてるから何があったんですかやっぱ朝一昼にねやっぱ大崎さんと YouTube 撮るべきじゃないなっていう、うん、いやだしかもねなんていうの、うん、悪口が言いづらいじゃんあの CD のとかと違ってさあのまあまあ言うとったのかないやいやいろいろ言ってましたよそれはなしでいいですかそこはあかんやつなんですけどやっぱこれなんかへーへーって言うしかなくてなんとなくほらへー
なるほどみたいな、うん、えまた今日もスタッフにダメ出し感じになっちゃうなと思って。そうですか。まどかの誕生日、エミリエの誕生日、あとジャグラーの日、これくらいはなんとなくって感じかな。だからこれも増えるんじゃないですか、それがねえ、うん、まあ増えてって勝手にもらえる日ができりゃ、でもお店も勝手にまあじゃあ一応設定使ってみるとか食い上げてみるとはなんないんですけど、なんないですね。そうなんですよね。ということでね、今回はグダ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 しました。本当にグダグダ。大崎さんと一緒にね、うん、この5分ぐらいでパパってやるのがいいんだよ。ね、うん、やつをお届けしました。皆さん参考になる日があったでしょうか。ぜひね、参考になる日がありましたら胸に留めて、その日は朝からお店に突撃してください。はい、今回はこの辺でお別れでございます。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。